和歌山県の情報をお伝えする木の国21テレビ和歌山アナウンサーの佐藤瑞穂です今週もまず令和4年度の県の施策について新坂知事にお話しいただきますこちらをご覧ください皆さんこんにちは新坂でございます今日はテレビ版行政報告会の6回目で医療福祉について皆さんにご説明したいと思います でまずですねもうコロナがなかなかなくなりませんでも今あ今我々の医療福祉政策部隊もですね本当に大変です必死になって保健所が中心になってあのコロナの拡大防止に努めていますでただ大事な県立や私立の保健所の部分があまりの過労でですねもう機能不全になってしまうと大都市によく見られるようにですね 感染がもう止まらなくなってしまうということになりますのでしたがってここのところをちゃんと機能を生かすように我々ととししては努力なないいいけないそのためには必要に応じてこのように応援が出ていくということになっていてそれで保健所の専門の方々は本当に専門の人でなければできないような仕事に特化してですねやっていただくというようなことを今やっているわけでございます。 それから,さらにですね今も全員入院は無理ですから自宅療養が中止になってきます。で,自宅療養で、えー、ちょっとこうまずいことにならないようにいいろろな工夫をしてるわけです。まず様子を聞いていただく時に医師会と協定を結んで電話とかウェブでチェックしていただくとか地域の医師の方に早期治療のために投薬方針が できるコロナ病院でなくてもできるようにするとかあるいは病状悪化の時には外来診療対応病院を作っといてそれと言ってやっていただくとかあるいは生活支援サービス自宅療養セットなななんんててのかが届けるとといいうようよこともやっていま,すまたクラスターが発生する特にですね高齢者福祉施設なんかで発生することが結構あるんですね。 あるいは非コロナ病院もあります。そういう時はあの現場でこう対応していただかないといけないんですけれども、なかなかそう専門的な知識がないので簡単ではありません。で従って感染管理認定看護師や医師を派遣して指導してやっていただくというようなこともやっているわけであります。で何といってもワクチン接種これがですね三回目をやれている人は。 かなり悪化しないといととうことも分かりますしそれから感染はする可能性があるんだけど人に感染させるウイルス量っていうのは随分少なくなるということがだんだん分かってきていますしたがってやっぱり皆さんワクチンは是非やっていただきたいそのための体制や整備はきちんとやっています。でコロナと、うん、まあ少し離れまして地域医療提供体制についてご説明をしたいと思います。 であの和歌山県はあの救急医療が崩壊しなかった数少ない県なんですけれどもそのためにはちゃんとした医師看護師などの派遣をきちんとできるようにしとかないといけません。特に僻地の医療拠点病院とか地域の中核病院に派遣する人を確保しとかないといけない。そののためにずいいぶん昔から県民医療学地域医療療地域というのを 和歌山県立医大に作ってそれでそういう人たちを養成してきたわけですだけどその方々も地域に行っていただくわけですけれどもその結果医学的知識がちょっと少なくなったっていうとうまずいわけですからえ総合医としてものすごくレベルの高い教育ができるように医大に戻っていただいてまた勉強ということもやっております結構うまくいってる中で科目として ちょっとどうかなというところがあります一番深刻なのは酸化なんですね分娩ができる酸化の方々が体内新宮医療センターがこれで分娩の停止をした有田市民病院がしたというのをがあの相次ぎましたでこれに対して県外からの医者派遣を促進と書いてありますが県外からお医者さんをお招きした ということで、寝具についてもまもなく文弁活動が再開されます。で、続いてですね、寝具だけあるいは有田だけの問題ではないので、県立医科大学に寄附講座を開設して、そこにお医者さんを来ていただこうというようなことを考えています。さらに究極の姿として、県立医科大学に参加などの診療科を指定した特別の入学枠を来年の4月から作ります。 従って医師免許を取るまで6年その後研修医2年8年かかるんですけど地域ににに若手の医師は少なななくくとととも行けるよううっていくということになりますそれから次はですね高齢者福祉を取り巻く状況をちょっとご説明しますと一言で言うと和歌山県はですね結構養子園養介護認定率が全国平均より高い。ということはですね逆に体を壊す年寄りが多い。 ということで、これはあんまりよくありません。そのためには元気な高齢者、これをですね増やしていかないといけないということになります。そのためにですね、まずこの2つ工夫をしているわけですね。で、そうするとコロナにも負けない健康づくりとこういうことになるんですが、1つは健康づくり運動ポイントというのをやっていますね。す、え、で、ー、に個人の登録者数が1万人近くになってますが。 自分がが運動したらポイントがたまるそれから高齢者向け介護予防体操なんてのもですねあのどんどんやりましょうなんていうようなことを今進めていますそれから検診相談体制の充実をしないといけませんのでがんの検診の充実なんかを減ろうと今進めているところであります。えー、それからですね高齢者の自立支援 それをですね本格的にやっていいいいかないといけなとけ特に要介護になってしまったというよりもなりそうな人ですねこういう方々に対して短期集中予防サービスの利用促進をするというのが今年の新政策でありますでそれを集中的に加えることによって止めるということですねえそれから認知症についても同じようなことが言えて認知症になる寸前なりそうだ。 というのが MCI 軽度認知障害というんですねで、このレベルで訓練をすると結構止まるんですね何としても認知症になるのを止めるということを一生懸命やろうというのでここに書いてありますような対応を審査策として頑張ってやりますで、その次はですね、障害者福祉です あのこのようなアイサポート運動ヘルプマーク運動なんかを一生懸命やってるわけですけれども、えー、今年の新政策として聴覚障害児ををを早期発見をして支援をするとあれ何か変だなと耳が聞こえないみたいっていうのが後で分かるとですねあの乳幼児の時のいろんなコミュニケーションとかいささか問題になりますので。 先にそれを分かって適切な対応をできるように聴覚障害児支援中核拠点というのを作っておくということにいたしました。でそこであの早期に発見して指導していくということです。次はですね子どもと家庭を支える体制づくりですね。あのいろいろ困っている家庭困っている子どもっていうのがあって貧困に苦しんでいる子どもさんなんかは。 学習機会も少ないので学力がつかないというようなこともありますで和歌山県は無料の学習機会の確保をするために全小学校区においてそういうことができるような空き教室とか公民館とかそこに子どもの居場所を作ってそこにあの大学生なんかにお願いをしてですね勉強を見てもらう機会も作っているわけです。そそれれかからら子どもも食堂へのの支援の強化もいたしておりますねそれから 特に大学生についてなんですけどもお家が貧しいために大学へ本当は行きたい行くべき学力があるのに行けないそういう子どもさんたちにはですね年間60万円をお貸しして和歌山で仕事をしてもらったらもう返さなくてもよろしいというような制度を作って助けるということですね。それれから養養育育費加工支援これは女性のの方が養育しているのに 男性の方が養育費料払わないというのがあります。で、そういう時にはですね。県が介入して、ちゃんと養育を払ってもらうということをしようというのが審査策です。それから、あのこれは皆さんに申し訳ないことだったんですけども、あの児童相談所であの不祥事が起こったりしました。で、それを抜本的に強化しました。で、まず児童の中でですね。なんかこう言いたいことがあるのに言えない。 えー、いう場合はですね弁護士などアドボ系とちゅうの代弁者ですねでこの方が子どもさんの代わりにいろいろ聞いてちゃんと意思を伝えてくれるそれから夜間の見回り防犯カメラ職員の増員と専門性の向上というようなことをですね今一生懸命やってる児童相談所の立て、えー、増しもこれから行っていきます。それれかから少子化、えー、これを何とかしたい ずっと思うんですがコロナでままた少し少し子化が進みそうでありますで今まで和歌山県は多子世帯に対して子どもさんたくさんいる世帯ですね3人子政策とかいろいろやってきたんですがそれはここにあるように結婚している人が子どもの割合は増加傾向で特に3人目からのお子さんはほとんど減ってないんですねむしろ増えている。 しかし結婚しない人が増えているので子供さんがあんまりできないでやっぱり子供というよりも結婚をする人を増やそうということを頑張ろうというのが大事な対策になってくるかなというふうに思いますそのためにはあの結婚しても子供も,も育てられないしねと言っていろいろ過剰に悩むということがあってはいけないので経済負担の軽減もする 備蓄庫いっぱいサポートもする在宅育児支援もするだからあの安心してくださいね三、えー、市以上の世帯向けも奨学金などの制限をさらに緩和するそんなこともあの一生懸命やろうとしていますそれからやっぱりねちょっと子育てで悩むカップルもいるんですねでそういう時には子育て支援情報検索、えー、あるいはあの包括支援センターでいろいろ悩みの解消も をしましょう。それから待機児童があったらそれがおじゃんになりますから、ご両親が働いている場合はですね、待機児童がないように保育所をちゃんと作り保育人材の確保をするということも大事だというふうに思います。特に保育人材の定着支援というのは新規としてですね、ここに書いてありますように、いろんな手立てを講じて保育士の方々が働きやすい環境を作っていく。 いうことを我々としては努力していきたいと思います。そして安心して結婚していただいて、それでまあ子供さんも作っていただくと幸せになるというふうにしていきたいというふうに思います。以上です。どうもありがとうございました。木の国二十一。 後半は3年後の2025年に開かれる大阪関西万博に向けた和歌山県の取り組みについて紹介しますこの万博を盛り上げようというシンポジウムが4月に開かれましたまず大阪関西万博の概要や今回のシンポジウム開催の目的などについて商工観光労働部の寺本部長に聞きました 今からちょうど3年後の2025年に大阪・関西万博というのが大阪の夢島で開催されます。ちょうど大阪湾の中にあってですね四方が海に囲まれているというところで、まあ、世界とつながる海と空に囲まれた万博として会場がデザインされています。開催期間は年4月月日日から10月13日までの 百八十四日間にわたっての開催となっております。今回の万博については、命輝く未来社会のデザインということがテーマと設定されています。まあ、世界の英知を集めて、新たな時代を主導する。イノベーションを創造・発信する。輪として、非常に大きな意義を持っていると思っています。今回の万博では、国内外から約二千八百万人もの。 方が来場を見込まれております大阪関西万博と名前にもあるとおり開催地の大阪だけでなく成功に向けて関西全体で盛り上げていくことが重要になってますそのため万博の開催効果を和歌山県にまで最大限に波及すべく県全体で盛り上げていきたいなと思いまして3年前というこのタイミングでキックオフとしてシンポジウムを開催させていただきました 2025年大阪・関西万博機運情勢シンポジウムは4月29日に和歌山市の県民文化会館で開かれました入り口では和歌山県の PR キャラクター、きいちゃんが来場者を出迎えましたまた3年後の開催に向けて機運を盛り上げようと大阪・関西万博を PR するポスターがロビーなどに掲示されたほか 来場者に活用してもらえるよう大阪関西万博のロゴマークが入ったメモ用紙が用意されましたシンポジウムではまず主催者として新坂知事が挨拶しましたあんな近いところで、えー、世界中の人が集まってきて、えー、そしてもうほんのそこまで大勢の人が来るんだから そういうエネルギーをどうやってこの和歌山まで届けるかということを考えるのが私たちの仕事でありそして皆さんのための仕事であるこういうふうに思うわけであります万博をゲートウェイとして多くの人に和歌山に来てもらおう和歌山はやっぱり何と言っても売りは観光だから世界中の人が万博にお集まりになったらそしたらその流れで和歌山に来ていただく。 万博の進捗が流れていくにしたがって、自分の方にどうやって将来の繁栄の糧にしていくかということを、皆さん自身が主体的に考えていただくのが一番いいな、これが機運情勢じゃないか、そんなふうに思いました続いて、県とともにシンポジウムを主催した、和歌山県商工会議所連合会の。 勝本喜一会長が挨拶しました大阪・関西万博はコロナにより閉塞した社会から脱却し大きく飛躍できる戦災時空のチャンスでもあります世界中から2800万人の来訪者が見込まれ経済発博強化は 約2兆円とも試算されております我々経済界といたしましては県をはじめ関係団体民間企業などとともに推進協議会を立ち上げ県民への情報提供をはじめ和歌山県全体の機運の情勢や優格など 新しい和歌山ののに向けて慢心しててしまいりりたいと考えておりますこの後和歌山県選出の二階俊博衆議院議員が講演し和歌山県の将来を担う子どもたちのためにも2025年、大阪・関西万博を成功させようと訪れた人たちに呼びかけました。 岡山県の発展お互いに毎日朝起きたら寝るまで考えない日はないわけでありますがこれはしかし静かに待っておっても念仏のように唱えておるだけでも誰かが手を差し伸べてくれるわけではありません。この地に生まれこの地に育った。 この地で暮らす私たち自らが立ち上がることが何よりも重要でありますそれにみんなが力を貸してくれるわけであります我々はその先頭に立たなくてはなりません私たちのこれから先の将来を担う子どもたちのためにも必ず万博を成功させなければならない 強い決意のもとに、たった今からみんなで立ち上がろうではありませんか続いて、公益社団法人20、2025年日本国際博覧会協会の石毛博之事務総長が、2025年大阪・関西万博の概要を説明しました。 万博の会場ですけれども今設計をこうやっているところなんですけれども真ん中にですね、こういう大きな円形のものがありますこれはあの屋根なんですねでその屋根の下を主要な動線にしていくとあの皆さんがこう動いていくそういうあの構図になりますまあ2025年の開催までもう準備機関から見てあと3年を切ったわけですけれども おそらく2025年はあ、まあ、コロナもさすがに収束してですね、えー、世界の人々はバーチャルじゃなくてリアルで集まろうとそういう集まりたいとそういうことを強く期待するようなタイミングになると思います、えー、大阪・関西万博はですね和歌山県の皆様にとりましても、えー、世界に向けてですね日本の魅力やあ文化を発信するあの絶好の機会 であると思います何十年かに1回行われるものでありますぜひこの機会をですね逃さずいろんな形で活用していただければというふうに思っていますシンポジウムの最後には万博会場内に設置する和歌山県の PR 施設の計画や観光客を迎えるためのハード整備など 大阪関西万博に向けた和歌山県の取り組みについて、商工観光労働部の寺本部長が説明しました和歌山館というものを、まだ仮称ですけれども、設けまして、ですね本県の歴史や自然、文化、最先端の技術を使ってですね映像展示をさせていただきたいなというふうに思っております。 スピリチュアルハートランド・オブ・ジャパン「1,000年の時を超え未来へつなぐ旅」ということをテーマにさせていただきます。客への具体的な飛びみというふうに書いておるんですけれどもこれはですねあのスマホ等を利用しまして情報検索・誘客促進のスタンプラリー移動収遊ツールのデジタル化をさらに推進していきたいなというところでございます。 インバウンドの受け入れ環境整備としましては飲食店とか体験事業者の多言語対応とかキャッシュレスの促進を進をめてていいきたい思っておりますそれから高付加価値な観光コンテンツの創出磨き上げということにつきましてはえたくさんのですね事業者の皆さんと協力して知恵を出し合いながら頑張って磨き上げていきたいなと思っております。 そしてグローバルメディアとのタイアップをしてキャンペーンを進めていきたいというふうに思っておりますまたですね加益周義のための交通アース線の利便性の向上ということでございますまあ高速道路が万博までに串元まで開通するというところからございますまた鉄道とかバスとも組み合わせてクルーズ船、ヘリまああの場合によっては空飛ぶ自動車を活用してですね万博会場から 和歌山への交通アクセスルートを交通したいでまたサイクリングなんかも、海外の方に体験してもらえたらなというふうに思います参加した人たちに、シンポジウムの感想などを聞きました万博の情報って、あまりオープンにされてないというか、意外と知らないので、まあ、実際あの、なんていうんでしょう。 周りの人たちも万博の話がねあの会話にもなかなか出てこない中で今日まあ本当に昔の前の大阪万博の映像も見ながらまた今回の体験をできるとか新しい情報が得られたのですごくなんかちょっとワクワクした気持ちになりました。経済効果だけじゃなくて、まあ、そう認知度とか、まああの 和歌山県すごい古い歴史もありますんで、まあ、そういうのも知っていただいてあの最近、人どこでも減ってますので、まあ、そにぎわいというかです、ね、そういうようなものがこう出てきたらいいなと思ってます最後に商工観光労働部の寺本部長に今後の事業転換や県民の皆さんへのメッセージを聞きました。県ではではすね 関西広域連合が設置する関西パビリオンというものの中に本県のの魅力をを発信すするための和歌山間を設置してままいりますその和歌山間の中では和歌山にある圧倒的な自然や文化歴史など魅力ある本県の観光資源を最新のバーチャル技術を用いて映像体験していただくということを目指しております。国内外の 多くの方が現地に訪れたいと思っていただけるような仕掛けを作っていきたいです。例えばですね、ナチの滝を映像だけではなくてですね、水しぶきであったり、匂いであったりというものを体験できたらなと思います。また高野山でやっているまあごま行とかですね、そういうのも体験できればその燃える音とか匂いとかというのも体験してもらえたら嬉しいなと思っております。 またの本県に訪れていただくために交通ネットワークの整備とか宿泊施設の整備などインフラ整備が重要となってきますのでそこも力を入れてまいりたいなと思っていますまたの行政だけではなくてですね産業界の方であったりとかボランティアの方々にも参加していただいて2025年国際博覧会和歌山推進協議会を設立して 県内外での機運情勢であったり誘客促進それから模様仕事への参加営業への参加などビジネスつながるような情報提供などもしっかりと取り組んでまいります県としては万博を身近に感じ皆様が主体的に参加していただきたいと思っていますもっともっと皆様に万博について知っていただき さまざまな形で参画していただけるよう、随時情報を発信してまいりますので、県民の皆さん一丸となって盛り上がっていきましょう。よろしくお願いいたします。最後に、ウクライナ人道危機義援金募集のお知らせです。令和四年二月に始まったウクライナ各地で激化している戦闘によって、多くの市民に被害が出ています。 和歌山県ではこの状況を受けウクライナでの人道危機対応や救援活動を支援するためウクライナ人道危機義援金を募集しています。振り込み先は企業銀行県庁支店普通口座口座番号は零四一五六零零番。紀ノ国信用金庫本店営業部普通口座口座番号は 二六七八三九九番。和歌山県信用農業協同組合連合会本書普通講座。講座番号は。零零零八七五九番です。詳しくは和歌山県国際課のホームページをご覧ください。紀伊国二十一。来週は知事と語る。令和四年度の県の施策について、美坂知事が語るほか。 消費者トラブルを防ぐための県の取り組みを紹介します来週もぜひご覧くださいそれでは今日はこのあたりで失礼いたします